クルトゲオルク・キー・ジンガー、クルトゲオルク・キー・ジンガー、カート・ゲオルグ・キー・シンガー、1904年4月6日から1988年3月9日は、西ドイツの政治家、ドイツ連邦共和国首相、在任、1966年12月1日から1969年10月21日、として、知的ライバルである、ドイツ社会民主党、SPD との、 大連立、グロザ・コリオン政権を樹立した。バーデンイコール、ビュルテンベルク州首相、1958年から1966年、キリスト教民主同盟、セティ党首、1967年から1971年、を歴任した。1904年4月6日、ドイツ帝国ビュルテンベルク王国のエービンゲンに生まれる。父は、プロテスタントの商人だったが、 一歳の時に亡くなった、母がカトリックだったため、カトリックの洗礼を受けた。少年時代は死に傾倒し詩人になることを夢見て、いたが、長じて、中敏原大学及びベルリンで法律を学び、法学博士号を取得して弁護士となる。1932年に結婚し、一難一女を設ける。1933年2月、ナチ党の権力掌握に合わせて入党する。 しかし、長いナイフの夜で行われた政治的テロを目にして、ナチスの危険性を悟って、距離を置いたため、その圧力を受けた。やがて第二次世界大戦が始まったが、武器を手に取ることを避けるために1940年から、外務省ラジオ宣伝部に勤務する。仕事の性格上、宣伝省、ヨーゼフ・ゲッペルスとの付き合いがあった。戦後、戦争責任を問われ、 ヒナチスカ法廷の判決を受け、数ヶ月間ルートビヒスブルク収容所に投獄された。この経歴は、後々まで批判されたが、1966年に公表された神衛隊の文書では、彼が反ユダヤ主義の宣伝を拒んでいたことが、証明された。戦後、キー・ジンガーは、キリスト教民主同盟、セディに入党し、1949年に、 1> 第1回ドイツ連邦議会選挙に立候補し、当選する。1951年セディ幹部会員となる。1954年から1959年まで、連邦議会外交委員長。連邦議会ではその弁舌で鳴らした。1956年から1958年まで、欧州議会議員を兼任する。 同時期の1955年から1959年まで欧州評議会副議長も務める。セディの重鎮であるにもかかわらず、いつまでも閣僚ポストを与えられないことに不満を持ち、1958年12月17日にバーデンイコール、ビュルテンベルク州首相に転じ、1966年12月1日まで務める。1952年に成立したばかりの同州の、 安定化を図り、ウルム大学とコンスタンツ大学を新設するなどの、功を挙げた。その間、1962年から1年間、連邦参議院議長となった。1966年キリスト教民主同盟、セティキリスト教社会同盟、CS 及び自由民主党、FDP の連立内閣から FDP が閣僚を引き上げて崩壊した際、 キー・ジンガーはライナー・バルツェル幹事長やゲハルト、シュレーダー外相との党内での決戦投票に勝ち、セディ党首のルートビヒアハルト首相にとって変わった。キー・ジンガーは新首相候補としてドイツ社会民主党、SPD と交渉し、新たな大連立政権を樹立することに成功した。指名選挙では、SPD からの増反があったにもかかわらず、連邦議会の全議席の三分の二以上の支持を得たが、 これは、戦後の首相指名投票では最高記録である。しかしナチスで働いた経歴がある、キー・ジンガーの首相就任に対する拒否反応は大きく、作家ハインリヒベルに通列に批判され、哲学者、カール・ヤスパースなどはスイスに国籍を変更したほどある。また、1968年11月7日のベルリンのセリ党大会で左派のフリージャーナリストであるに、 このなちと罵倒されて、平手打ちを食ったのは有名な話である。先輩のアデナウアー元首相が、実行力がないと、キー・ジンガーを腐したにもかかわらず、彼は、ビリー・ブラントや、フランツ・ヨーゼフ・シュトラウス、カール・シラー、ヘルベルト・ベーナーといった悪の強い政治家をよくまとめ、大連立内閣は、約3年間続いた。1967年には、セティ当主に就任する。 SPD 党首のブラントを福祉証券外相に据えて東方外交を展開し社会主義圏のチェコスロバキア、ルーマニア及びユーゴスラビアと外交関係を樹立した。この時代に西ドイツ国内では学生運動が盛り上がりキー・ジンガーは1968年に非常自体法を施行している。その他内政では就学女性制度の充実や 商病労働者の収入保護といった法令を実現しいる。SPD の大連立参加は SPD が現実的な政権運営が可能な政党に脱皮する契機となった。1969年の総選挙後、躍進した SPD は第一党であるキリスト教民主同盟との連立を解消し、新たに自由民主党 FDP と連立を組んで過半数を確保する。 ティー・ジンガーは、ブラントと首相を交代して、戦後一貫して続いてきた、セディ・シエス政権は中断することになった。セディ・シエスが与党に復帰するにはこの後13年も待たねば、ならなかった。ティー・ジンガーは、今のところセディの首相としては、在任期間が、最も短い。ティー・ジンガーは、野党としてのキリスト教民主社会同盟を1971年6月まで、引いた。 発起を務めて1980年に連邦議会議員を引退するまで雄弁家として鳴らし、銀の下を持つ首長、ハウプテリング・シルバー・ツンジと称された。一方で、彼が首相に就任したことは、戦後の西ドイツが第三帝国の過去を生産できていない実例として、現在に至るまで左翼、グレゴール議事などの攻撃の対象となっている。 1988年3月9日、バーデンイコール、ビュルテンベルク集中便玄近郊の自宅で死去した。執筆中だった回顧録は、州首相就任直前、1958年の部分で絶筆になった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。